はい、では一旦ですね、あだったらサービスエリアに入ったんですけれど、ここからですね、再び本線への合流加速を試していただきたいと思います。では加速しましょう。いかがですか、ニスモの加速感。今の区間ちょうど車いなかったので、はい、なんかこうでもスピードも出るので滑らかに本線の方に合流できました。ありがとうございます。エコモード、ニスモモード、ノーマルモードと、まあ、各モードを使っていただきましたけれど、A さん的にどのモードを使いやすいな、運転しやすいなとかあります？高速道路だと、はい、ニスモモードはやっぱスピード出やすいので、はい、こう滑らかに高速道路走行することができるので好きですけど、ね、ノーマルモードも全然苦にならないような運転ができるので、うんうんうん、はい、どちらも結構好みですね。 A さんもこの間 あの夏休み企画に乗ったフェアレディ Z もだいぶ気に入ってたことで分かるようにですね、なんか多分速い車好きなんですよ。やっぱこうスポーティー寄りのなんかかっこいい車が結構好きですね、はい、好きですね。あ、私はあの A さんキックスキックスって言ってたけど、気づいたらオーラニスも買ってるパターンあるんじゃないかと思って楽しみにしてます。実は違う車買ってました的な的な、はい、どうなるかお楽しみです。楽しみにですね、はい、高速道路区間はまだしばらく続けてまいります。はい、では間もなく郡山南インターチェンジですね。高速道路の区間本日こちらで以上となりますが、 A さん高速ここまで乗ってみていかがでしたか。初めてオーラニスモで高速道路乗ったんですけど、はい、すごく快適でした、はい、快適でしたね。どの辺が特に快適だったなと思います。やっぱりこう加速のしやすさ、はい、すごい滑らかに加速してくれるので、そこがすごい快適だし乗り心地も悪くないので、うん、いい車です。結構 A さんはあれですね、まあ、スポーツカー好きって言ってる時点でなんですけど、固めの車が好きなのかなっていう気がしてきました。かもしれないかもしれないですね。うわー、でもどうだろうな、キックスもですね、あのコンパクト SUV タイプでありながらかなりしっかりとしたスポーティーな足回りの車だったりもして、いや、やっぱそういうのが好きなんだな。はい、では高速道路を降りまして、引き続き郡山店まで向かってまいります。ここからはですね、本当信号の多い一般道というところになりますけれど、走行モードは今ニスモで走っていただいてましたけど、引き続きニスモで行きます。じゃあ市街地を走るとどんな感じなのか。ああ、確かに確かに。引き続きニスモで。はい、お願いいたします。普段ニスモに乗ってる方は、はい、普段からニスモモードで運転してる方が多いんですかね。どうだろう街乗りだとやっぱノーマルとかエコなんですかね。多分エコとかで走ってるんじゃないかなって思うんですよね。まあでもこの動画をご視聴いただいている方の中にはもうニスモ乗ってるよっていう方も多いんじゃないかなと思うので、ぜひコメントでですね、普段の私とニスモの付き合い方、コメントで教えていただきたいなと思います。 A さんだったらどうします？でもやっぱ街乗りだったらエコかノーマルで、高速はニスモかもノーマルで運転するかなって感じですね。なるほどなるほど。そう言いながら今はニスモモードで市街地走ってもらってますけど、はい、印象としてはいかがですか。でも全然街乗りでも全然違和感なく運転はできます。おお、そうなんですね。はい、まあ、A さんはですね、あのエコ運転の神に愛されてるという話もあって、あのおそらく微妙なアクセルワークがですね結構得意なんですよ。私なんかはこういう市街地走るときって、あの
コモードで走った方がラフにアクセル踏んでもギクシャクしないしいいなって思っちゃうんですけど、もしかするとですね A さん的にはこのニスモだろうとエコだろうと私のアクセルさばきには何の影響もなさないというようなところがあるのかもしれません。でもやっぱりニスモモードの時はちょっとアクセル踏みすぎには注意ですね。注意はしてますね、はい、本当にちょっと踏んだだけでスピード上がっちゃうので、はい、ちょっとそこは注意ですね。そこ気をつけながら、はい、まあ、でもニスモモードでもまあまあ市街地問題なく走れるぞっていうところもですね、皆様安心のポイントなのかもしれません。はい、という感じですね。徐々に郡山店ゴール地点が近づいてまいりましたが、 A さん今のところでいいんですけれど、はい、今日、まあ、福島から郡山間ですがオーラニスも乗っていただいてですね、で A さんが欲しいって言っていたキックスと実はオーラニスもって値段が全然変わんないんだぞっていうところを踏まえて聞きましょう、はい、今キックスとオーラニスもどっちが欲しいですか？結構迷いますね。迷いますね。走りの良さとか、はい、値段の面も含めて、はいはい、でもやっぱり私 SUV 好きなのでキックスですね。あ、キックスです。はい、でも微妙な差でキックスかもしれないです、はい、いやこの話前した時にですね、結構オーラニスモがキックスと変わんない値段で買えるんだぞっていうところだいぶ響いてたなと思ったんですけど、でもキックスっていうそこのポイントはどういうところですか？やっぱ見た目とかデザイン面で、その部分ですね。私車選ぶときはやっぱ見た目を一番重視してるので、はいはい、やっぱキックスが好きです、ね、キックスもデザインがシンプルにキックスの方が A さん好みだと、はい、けどオーラもオーラのニスモも好きです。なるほどなるほど、はい、しかしキックスか、なんか 私の勝手なですね勝手な、願望で言うと A さんがオーラニスモ乗ってたらあかっこいいなって思ってたんですけど、まあまあまあそこはですねこれからでももっともっとオーラニスモ好きになってしまうかもしれませんし、いやキックスとオーラニスモ以外の車でもっといいなっていうのが出るかもしれないし、あとフェアレディ Z っていう線もまだ私捨ててませんからね。いろんな車何回も乗ればまた結果も変わってくるかもしれないです。変わってくるかもしれません。一般のですねお客様皆様はですねなかなか私たちのように日産だけですけれど日産の車の中でこんなに散々乗り比べをするっていうのはできないかなと思うんですけれども、まあ、そういったところですね私たちがこういろんな車を何度も乗りながらもしかするとちょっと印象が変わってくるかもしれないし、もっとこういうところに気づいて好きになっていくとかもあるかもしれませんし、そんなところをですねぜひ参考にしていただきながら、じゃあ私が欲しい車って本当はどれなんだろうっていうのをじっくり考えていただく、そんな、チャンスと思って見ていただくのもいいのかなと思っております。では福島日産郡山店ゴール地点はすぐそこです。本日乗っておりますこちらオーラニスモ、4駆のモデルですね。郡山店の試乗車ではあるんですけれども福島日産全店的にちょっと台数の限られる仕様となっております。このオーラニスモの4駆試乗してみたいなと思った方はまずはお近くの福島日産の店舗へご相談いただければと思います。最後にではあとはここまでの平均燃費ですね A さんに報告してもらって終わりたいと思います。はい、では到着いたしました。燃費の報告お願いします。福島日産福島郡山店を出発して走行距離が 55.7km で平均燃費が 17.7km です。はい、まあうん悪くはないかなみたいなめっちゃ燃費ですねっていう結果ではどうしてもなっておりません。 A さんをもってしてもまあ結構ニスモモードで走ってましたからっていうところがあるかなと思います。ですね、ほぼほぼニスモモードで走ってましたでしたね。であと福島市からここ郡山市標高差 200m 以上ありますので、かなりの上りの区間だったというところも踏まえてのこちらの燃費、ご承知いただければと思います。
今後もこのオーラニスモで違う道を走ってみたいですですね。そんな動画も公開するタイミングあるかと思いますのでお楽しみに。福日チャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。